俺の区間は AWM、ハイドモスコアレです。今回はですね、話していきますのが、まあ、来週以降のアップデート要素ですね。まあ、これについてちょっとまとめていこうかなというふうに思います。まあ、ちょうどですね、まあ、来週の30日、まあ、順当に来たら、まあ、30日木曜日が、まあ、スマートフォンのアップデート日になるんですよ。まあ、火曜日に PC アップデート、木曜日30日に、まあ、そうやってそのアップデートが入るというわけで、まあ、それたまに火曜日に、スマホ版にも入ったりもするんですけど、まあ、基本木曜日、早かったらまあ、火曜日ぐらいに入るわけなんですが、そんな来週だったりとか、それ以降のアップデート要素、一部判明している部分ございますので、それについて話していこうかなというふうに思います。それではやっていく。で、早速話していくわけなんですけれども、まずこちらをご覧ください。どうぞ。こちらですね、コアコード開発者のギンナーさんのですね、まあ、ツイートになっているわけなんですけれども、皆さん新シーズンではないですが、スキンのテーマとして部活動というのはどうでしょうか？部活も自粛している今では、そういう元日常のテーマが求められている気がしていますというふうにこうやってまあなって、アンケートの方ですね、まあ取られておりました。まあこれに対してまあ僕は一応ね、なしに入れてるんですけれども、まあ、ぶっちゃけどっちでもなくて、とりあえずその票数結果を見たいから投票したといった感じなんですけれども、部活テーマかみたいな、そんな風に僕はまあ正直思いまして、まあちょっと難しい部分がありますよね。何の部活動のあれなのかっていう、部活動プラスミリタリーみたいな感じにするみたいなんですけれども、難しいっすよね。その魅力的になる要素というか、魅力的になる方向性っていうのがちょっと見えてこないかなっていう、そういうのはまあ正直僕思いましたね。まあ来週じゃないかもしれないですけれど、まあ銀奈さんが前回担当して、自分がその担当しましたみたいな感じのやつを作り始めたのが、まあ、およそのバトルパスが始まる2週間前とか、それぐらいでした。2週間前ぐらいから、まあ、ギンナーさんの、まあ、アクティブというのがですね、ツイッター上のアクティブというのが、まあ、下がっていたんですけれども、まあ、そこら辺から作り始めたということは、もうもしかしたら2週間後ぐらいにまた実装される、そういうスキンにですね、そういう要素が追加されるかもしれませんし、もうわかんないんですけれど、まあ、来週以降のアップデート要素としては、まあ、間違いないのかな、というふうに思います。部活動ででも、魅力的な衣装って難しくないですか？逆に、ね、まず競泳とかね。自分が使ってるキャラ女キャラなんで、まあ、女キャラ前提で話しますけれど、まず、競泳とか、うん、そこら辺とか難しい。男やったら相撲部とかですかね。なんか面白そうなスキンで言うと、相撲部、ふんどし一丁とかですね。まあ、あと女スキンで言うと、弓道部とか面白そうですね。弓道部なんか、巫女じゃないけれど、なんか、袴みたいな着るじゃないですか。あれとかいいです。弓道部の服みたいな。ね、白と赤みたいな感じで、巫女さんみたいなやつ意外と怖い行動。あ、それは巫女さんないっすよね、怖い行動ね。うん。ぼちぼちここでね、弓道部的な、そういうね、巫女さん的な、そういうのが来たら、まあ、すごい面白いなと思ったんです。え、僕結構これ、いい線じゃないですか。僕の案のが良くない？巫女服、実装良くないですか？俺の方がなんか、思いつくんじゃないか。巫女服なんかな、間違いなくその、今見ることはないしね。まあ、本来だったら、その、例えば、ね、お盆とかでそういう神社とか行って、もしかしたら見るかもしれないですけれど、まあ、その、ね、例のあれが、いつ収まるかわかんない。まあね、ほんと長かったら2年ぐらい、その収束には時間かかるだろうっていう風に、まあ、言われている中でですね、やっぱりもしかしたらその見ることがしばらくないかもしれない巫女服、これを公約行動の中で実装していく、これいいんじゃないですか。いいじゃないですか、巫女服。俺自分でなんか言ってからすごいなんかね、納得してるよ今。うん、まあそんな感じですよね。はい。で、二つ目がですね、まあ前にも僕動画にあげましたけれど、7つの滞在コラボですね。はい。まあこれに関しましては、まあ皆さんね、僕が動画出す前後ぐらいで、まあツイッター上でちょうどですね、まあなんかとある画像みたいなのが出回っていたと思います。まあこの僕のね、動画上で出すわけにはいかないんで、まあ、ちょっと出せないんですけれど、まあ、ちょっと問われる理由によってね、そうやって画像が出ちゃっていると、うん、結構まあ割かし簡単に見れるんですけど、その見方もちょっとね、教えるわけにはいかないんで、知りたかったらまあライブ来てくださいっていう感じなんですけれど、まあ、そんな感じで出ちゃっていると、いった感じで、まあ、そうやってね、見れる方法が、とある見れる方法があるんですけれど、もう見れる方法がね、そうやってあるっていうことは、そのまあ理由知ってる方やったらまあ納得していただけるんですけれど、データ更新するときにまあ、ちょっとなんかいろいろあれするから、まあ、ちょっとできちゃうみたいな。そんな感じになっているんですよね。うん、まあ、その、言えないですけれど、うん、あんまなんか細かく説明したらね、それはま、ちょっと問題があるんであれですけれど、まあ、その見れるだけの理由があるっていうね。うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、そうやってちょっと、Twitter 上とかに出ちゃっていると、まあ、いった感じなんですよね。はい、あ。まあ、これに関しましては、まあ、そうっすね。まあ、使うんでしょうね。画像もね。まあ、その、いつのタイミング？まあ、今週使うか来週使うかみたいな。微妙っすよね。まあ、まず今週の木曜持ってくるんだったら、今日もね、そうやって画像使わないといけないと思いますし、まあ、来週木曜なんだったら、まあ、来週の火曜かな。
火曜ぐらいからそうやって言ってくると思いますし、もしかしたら来週の火曜更新の可能性もあるんで、データのアップデートとかですね、そう考えると月日土曜日か、土曜日からそれをまあ使ってくるみたいな、まあ、そんな感じにはなるとは思うんですけれど、まあそういった感じでですね、まあいろんなその見れる理由があるからこそ、まあそうやって予想できる部分もあると。まあ3パターンですよね。一番遅くてもまあ木曜日ぐらいには、来週木曜日ぐらいには何らかのそういう要素ってのが来るんじゃないかなと思います。もしかしたらその土壇場であのボツになる可能性もあるんですけどねもしかしたら分からんからですね、今ね、社会的に何が起きるかどうかっていうのは分からないですし、まあ、あれなんですけれど、そういった可能性もありますよねっていう、あれですよね。はい。で、一応、まあ、来週の、まあ、30日ですね。来週の30日のアップデートが、まあ、例年通りだったら、そのゴールデンウィークのアップデートと、まあ、被ると。うん。まあ、去年だったら、荒野55みたいな感じで、結構大規模なイベントみたいなのされてましたもんね。荒野55の、その、専用の、その、ダイヤガチャみたいなのも実装して、はい。まあ、青い希望だったりとか、まあ、青い希望の他に、あの、レベル3のですね、アホーマのストラップが結構簡単に手に入るみたいな、そういうあの無料ガチャ、ダイヤガチャをやっていたんですけれど、そういうのもまあもしかしたら今年もね、何かしらその限定の銀貨ダイヤガチャみたいな、まあ去年は銀貨なかったんですけれど、まあそういうの入れてもおかしくないですし、まあ去年のねゴールデンウィークに僕ちょうどリスマラをね YouTube で始めましたんで、僕もまあリスマラ1周年と、はい、なるんですよね。で、去年あったねゴールデンウィークにあったリスマラは、まあちなみに言うとですね、日めくりみたいなのがありまして、まあ、キャラ作るだけでですね、なんかめくれるんですよ。9枚あるカードのうち1枚めくれて、その9枚の中に1つトレーニング勲章が2枚入っているカードがあって、それめくったらトレクンもらえるみたいなね、それトレクン引いたらまあワンチャンそのガチャが回せるみたいな、うん、そんな感じだったんですよね。うん、専属ガチャ回してワンチャン車出せますよみたいな、いろいろ引きましたね、あの時も金枠。はい、まあ、そんな感じのことをされていて、まあ去年から数えて、まあ僕は1周年となって、まあ今年もね、まあ、そうやってゴールデンウィークならではのイベントっていうのを持ってくると思います。去年はですね、まあ、抽選みたいなのも、あの1周年とか2周年だったら車あげますよみたいなあったじゃないですか。そういうのもやってましたんで、まあ、今年もそういう要素を持ってきてもおかしくはないのかなと。うん、まあそのね、100万円当たりますよとか、まあ、そういう抽選の部分ですね、おかしくないのかなというふうに思いますね。はい。で、もう一つですね、銀南さんね、こういうツイートをされてます。それがこちらですね。本日は、残存不具合集中的処理以外は秘密事項になりますっていうふうに書いてます。秘密事項になります。これね、ちょっと前にも秘密事項になりますっていうのを話していただきがあって、はい、まあ、それがですね、ポフテピピックのアブデ前、ポフテピピックのアブデ前1週間2週間ぐらい前から、こちらに関してましても秘密事項になりますっていう皆さん話されていたんですよね。はい。まあ、あとバトルパスシーズン11、うん、これの実装1、2週間ぐらい前も、2週間ぐらい前かな、うん、にも秘密事項になりますっていう話をされていましたんで、まあ、おそらく今回も銀南さんが、まあ、全てではないかもしれないですけど、一部その担当というか作業に携わってですね、まあ、とある大きなことに関わってるんじゃないかなと。うん、まあ、シーズン11ぐらいの大きな改変か、まあ、それかコラボかコラボも、まあ、それ7つの滞在ではなく、もうちょっと先の方にあるコラボかもしれませんし、7つの滞在だったらだってもう決まってますからね、ほぼほぼ。ほぼほぼ決まってるし、もうだって今週来週ぐらいに来るのであれば、来るのであればですよ。うん、来るのであれば、もうだって秒読みじゃないですか。秒読みって感じになりますんで、まあ、それだったらなぁ、みたいな。それではないよね、っていうふうに思いますんで、まあ、結構早いスパンでですね、コラボの方もしてきてますし、はい、まあ、もともとコラボ結構ね、スパン的には最近多かったので、まあ、今後もまあ、多く入れてくるのかなっていうところを考えると、まあ、そうやって秘密事項になりますと、うん、また違うコラボっていうのが、まあ、あってもおかしくないのかなというふうには思いますね。はい。まあ、プラスしてですね、まあ、銀南さんのツイートの中でまだ回収できていない要素というのがあります。それが結構ね、3週間ぐらい前にちょいちょい言い寄ったんですけれど、あの声優さんとの収録会やってますみたいなのを何回か3回ぐらいツイートしよったんですよね。でもその要素ってまだその回収されてないでしょ。まあ、銀南さん結構その日本担当になることが多いんで、まあ、日本向けのそういうあれなのかなっていう風に、まあ、仮定していくと、まあ、そのコラボだったりとか、まあ、その7つの滞在コラボだったりとか、違うコラボのあれにおいて、まあ、声優さんを使うようなイベントを用意してるんかなみたいな。まあタイミング的に言うと、まあ、本当、まあ、次のアップデートなんですよね、それが来るとしたら。あ、まあ、ゴールデンウィークアップデートのためにですね、まあ、ちょっとそういう声優さんを使ってなんか何やかんしていくみたいな。まあ、もしかしたらそのバレンタインの時のですね、あのなんか声優さん、釘宮さんともう一人ね男性声優使って、なんかツイッター上でしょったじゃないですか。まあ、ああいうことかもしれ
ませんし、まあ、銀河さんどっちかっていうとゲーム内のプランナーなんで、SNS 上の動きには、まあ、関与してないんで、その、親コード公式ツイッターに関しましてはですね。はい。まあ、ですので、まあ、そのゲーム内で声優さんを使うような、そういう要素ってのを追加してくるかもしれないですね。はい。僕的にはですよ。僕的には SC ボイスですね。SC ボイスに声優さん、また別の声を入れるか、まあ、それか、その、最近銃の拡張のキルボイスですね。キルボイスはボイスじゃないんで、それはボイスにしてくれるとすごい嬉しいなっていう風に、僕は個人的に思いますけどね。うん。キルボイスだってボイスじゃねえじゃんっていう風に思いながらずっと見てるんですけど、皆さんどうですかね。はい。ね、ほんと、2号機の M4 とか持ってるんですけど、僕。ね、2号機 M4 もキルボイスなんかね、アスカの声で、あんたバカみたいな感じになるんかなって思ったら、ね、キーンみたいな音するだけみたいな。手抜きすぎだろみたいなね、思ったんですけど、ボイスじゃないから、誰の声じゃみたいな、人の声かみたいな、2号機なのにみたいな、ふうに思いながらね、見よったんですけれども、まあ、もちもちそういう声優さんを使うような要素っていうのが来るんじゃないのかな、というふうに予想してます。はい。皆さんどう思うでしょうか？まあ、皆さんがどう思うかっていうのをコメント欄書いていただいたりとか、まあ、今後もこういう動画出してほしいなっていうのがありましたら、まあ、コメントしてくれると嬉しいです。まあ、近日中になんか、バトルパスのまとめとかもね、ちょっと作っとこうかなみたいな。劣化したじゃないですか。で、結構コメント欄で、まあ、なんか改変についてまとめてくださいとか、使い方まとめてくださいって言われたんで、それもやっていこうかなと思うんで、それについてもなんかいろいろコメントしてくれると、こういうのがいいですか？あったら教えてくれると嬉しいです。はい。よろしくお願いします。まあ、こんな感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンよろしくお願いします。ツイッターやってます。フォロバしろと言われたらフォロバしますのでよろしくです。TikTok、ビルダム、そちらの2つやってます。ビルダムの方では全てのニスマラライブやってますので、ニスマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。またですね、ビルダムと YouTube コミュニティ欄の方で無料クランロゴ作成企画、こちらやってますんで、そちらもよろしくです。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくお願いします。サブチャンネルでもですね、ぼちぼち料理動画上げてますんで、そちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。